聖書を拝読します。ピリピ3の8です。お読みします。それどころか、私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、一切のことを損と思っています。私はキリストのために全てのものを捨てて、それらを塵やかだと思っています。それは私にはキリストへ、また、アーメン。金の光聖歌台の賛美の後、光寿豆教会のバッキョンヨル牧師が、誠の価値を悟った人々は、というメッセージを取り次ぎます。愛する聖徒の皆さん、新年を迎えて皆さんは主にあってどんな計画を立てましたか？父なる神様は年の始まりから聖徒の皆さんが御言葉と祈りによって清められるようにと導いておられます。今日は道会女先生が2010年に大学河南宣教会の献身礼拝の時伝えてくださった誠の価値を悟った人々というメッセージに基づいて、人生の誠の価値を悟って信仰で歩んだ信仰の人々を紹介しようと思います。フィリピ人への手紙は、使徒パウロが牢の中にいた時書いた手紙の一つで、自分の苦しみに預かったフィリピ教会の生徒の皆さんに感謝しながら、福音にふさわしい生き方を進めています。特にキリストの心構えでいて、キリストを知ることに増し、神様を待ち望み、喜び、神様の平安を所有するようにと進めています。私たちの人生はたった一度だけです。とても尊い人生を虚しくて価値のないものに投資することはできないでしょう。私たちが毎日主にあって神の働きをしながら忠実に仕えている理由は何でしょうか？ほとんどの人は神様の御言葉を聞いて学んで知っている知識があるから、私は毎日天国を望みながら神様の栄光を表すために生きていますと告白します。しかし、いざとなると神様の御心よりは自分が願うことを追っていく場合が多いです。誠の信仰のある人ならば、この世と比べられないほど美しくて、うっとりするほどの天国で三位一体の神様と永遠に愛を分かち合いながら誠の幸せを味わえる最高の望みがあるでしょう。それでは皆さんは、美しい天国での日々の価値、新しいエルサレムでの日々の価値、そして神様がくださる朽ちない冠、栄光の冠、命の冠、金の冠の価値をどのくらい心に深く悟っているでしょうか？誠の価値を悟った人々の中で、今日は一人目に紹介する方は使徒パウロです。使徒パウロは神の選民であるユダヤ人で、律法を徹底的に守ったパリサイ人でした。また大帝国ローマの市民として生まれ、東大最高の学者カマリエルの下で教育を受けました。霊肉ともに良い条件を備えただけ、自負心と自尊心が大した人でした。自分の知識を持って人々と論争して勝つのが好きだったし、自分が見て正しくないことは受け入れませんでした。このように自負心に満ちたパウロでしたが、ダマスコに行く途中でイエス・キリストに出会った後、その人生は完全に変わりました。それまでこの世で価値あるものだと思っていたものと、自分の人生で味わっていたすべてを
まるで塵悪だのように思うようになったのです。イエス・キリストに出会った後、一番価値あるもの、すなわち永遠に変わらない天国を得たからです。使徒パウロは、天国をくださった父なる神様がこの上なく尊く、イエス・キリストを信じる信仰が何より尊かったので、他の人々も天国に至れるように福音を伝えるのに全力を尽くすようになりました。フィリピ 3-7 から8の前半節に、しかし私にとって得であったこのようなものを皆、私はキリストのゆえに損と思うようになりました。それどころか、私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、一切のことを損と思っています。私はキリストのためにすべてのものを捨てて、それらを散り悪だと思っています。それは私にはキリストへ、またキリストの中にあるものと認められとあります。この告白通りに、パウロは自分のすべてを捧げて以前尊く思っていたものも全部散り悪だのように思いました。物質も名誉も時間も神様に捧げて、福音を伝えるためになら、ひどい迫害と苦しみも甘んじて受けました。使徒の働き20章24節を一緒に読みたいと思います。けれども、私が自分の走るべき行程を走り尽くし、主イエスから受けた神の恵みの福音を証しする任務を果たし終えることができるなら、私の命は少しも惜しいとは思いませんとあるように、結局命まで捧げて殉教の道を歩みました。愛する聖徒の皆さん、初めて主に出会って、自分が罪人であることを悟って、悔い改めたら聖霊を賜物として受けて神様の子供になりました。その時このように告白しました。ただ主のために生きますと。その時のその初めの愛を今も持っていますか？多くの歳月が経って試練を受けながらも、その初めの愛の時の告白が今も変わりませんか？世ではいくら尊いものといっても、歳月が経つとその価値は変わります。知識も金も大きい力と名誉も永遠ではないのです。あらゆる健康食品を食べて、運動して、良い化粧品を使って、整形手術までしても、老いて病気にかかることは防ぐことができません。この地上のすべては結局は変わってなくなります。しかし心に天国を所有すれば、その価値は絶対変わりません。信仰の段階が成長するほど、心がさらに善になるほど、天国の価値はかえってだんだん大きくなります。魂に幸いを得ているように、すべての点で幸いを得、健康になり、霊的な力ももっと大きくなります。御霊の意味に入って、さらに全く聖なるものとされるほど、神様がくださるより大きい祝福が受けられるし、天国でもより大きい輝く栄光が味わえます。世で最高の富と栄華を味わうとしても、天国の栄光とは比べられません。使徒パウロは第三の天のパラダイスを見ましたが、つまり天国の場所で一番低いところを見ましたが、それだけでもこの地上のすべての栄光を散り悪だと思うようになったのです。その結果、将来天国新しいエルサレムで太陽のように輝くものになりました。
ひょっとして皆さんの中にはまだ世を捨てていない人がいるでしょうか。目の欲や肉の欲、暮らし向きの自慢を追っていく姿はありませんか。神の子供たちは口でなくなる肉を捨てて霊を追い求めるとき幸せです。肉は本当にチリアクタのようにつまらないものなんだ。それをなぜもっと早く捨てられなかったのだろう。もっと早く御霊の意味に入ったらよかったのに、と悟るようになります。反対に、肉を捨てるべきだと頭では知っているのに、相変わらず、惜しくてぎゅっと握っているときは、それだけ心が苦しいです。何かの環境や他の誰かのせいで信仰生活が辛いのではありません。この世のものへの欲望や未練を捨てないから、自分で自分を苦しめているのです。使徒パウロは第2コリント5の13から14の前半節で、もし私たちが気が狂っているとすればそれはただ神のためであり、もし正気であるとすればそれはただあなた方のためです、というのはキリストの愛が私たちを取り囲んでいるからです、と言っていました。私たちも使徒パウロのように主の愛に取り囲まれて、心と思いを尽くして熱い心を持って、もっとたっとい天国を激しく攻めていくべきでしょう。それでもうすぐ主に会う感激の瞬間に、私は誠に悔いのない生き方をしましたと告白できますように。誠の価値を悟った人々の中で2番目にニコデモと初代教会の生徒を紹介しましょう。彼らの共通点は何でしょうか。誠の価値が分かったので恐れなかったということです。まずパリサイ人のニコデモは、ユダヤ人の指導者で、夜イエス様のもとに来て新しく生まれることと永遠の命の奥義を聞いた人です。その時代のユダヤ人の指導者でイエス様のところに来るということは簡単ではありませんでした。ユダヤ人たちはイエス様をとても排斥して、ユダヤ教以外の他の宗教は禁じていたからです。こういう状況でニコデモはイエス様が神の人だと思いましたが、または心に恐れがあったので、人の目を避けて夜訪ねてきたのです。そうだったニコデモが後には全く違う姿になります。イエス様を殺そうと企むパリサイ人たちの前で大胆にイエス様を弁護して言いました。ヨハネ 7-51 です。私たちの律法では、まずその人から直接聞き、その人が何をしているのか知った上でなければ判決を下さないのではないかと、パリサイ人の過ちを悟らせているのです。そして十字架の出来事の後はイエス様を葬るために持ち薬とアロエを持ってきたりしました。どうしてこのようにニコデモは変えられることができたでしょうか。ニコデモはイエス様に出会って植え替えていった真理を得て、人生の誠の価値を悟ったからです。この価値がこの上なく尊かったので、自分の地位や命さえ失うかもしれない状況で正しいことを正しいと言える大胆さが与えられたのです。初代教会の殉教者たちも同じです。主の復活以来、ローマでキリスト教が313人に公認されるまで、初代教会にはむごい迫害が続きました。生徒が何か悪いことをしたのでもないのに、ただ主を信じる信仰を守るために多くの迫害を受けなければなりませんでした。その中にはこのような殉教の記録もあります。
西暦32年頃、ある冬の夜、凍りついた湖の上に40人の若い男たちが裸で立たされていました。ローマ軍のある師団の40人の兵士が、偶像の前に拝めという皇帝の命令を拒んで殉教するようになったのです。彼らは手柄をたくさん立てた優れた兵士だったので、偶像の前に拝むとさえ言えば全てが許される機会がありました。しかし彼らは互いに励まし合いながら一緒に賛美を歌っているだけでした。夜が更けるについて連れて賛美の声はだんだん弱くなりました。ところが岸で彼らを見守っていた一人の番兵が何か不思議な声を聞きました。キリストの立派な兵士40人、殉教者40人、そして40の冠なり、このような賛美が天から聞こえてくるのでした。そのうち突然賛美が変わりました。キリストの立派な兵士39人、殉教者39人、そして39の冠なり。この時40人の兵士の中の一人が寒さに耐えられなくて、そこから歩いて出てくるのでした。これを見た番兵はどうしたでしょうか。誠の価値を悟った私たちが、もしその時のその番兵だったならどうしたでしょうか。この番兵は自分の武器を下ろして服を脱いで湖の真ん中に走っていきました。これ私の服を着なさい、私があなたの代わりになりますと叫びながら、寒い冬の夜、裸で殉教者たちと並んで立ちました。その時番兵は再び耳に響く天の歌を聞きました。キリストの立派な兵士40人、殉教者40人、そして40の冠なり。この御使いの賛美を聞きながら、万兵はその夜他の兵士と一緒に殉教できました。ほんのわずかな間の体験でしたが、この万兵は誠の価値を悟るようになって、命まで捧げる決断をすることができたのです。愛する生徒の皆さん、もし皆さんにこのような機会が与えられるならどうするでしょうか。もちろん今日のこのメッセージを聞いている皆さんなら、その万兵のように喜びと感謝を持って信仰の道、殉教の道、愛の道、新しいエルサレムへの道を堂々と歩んでいくと信じます。この他にも多くの生徒が信仰を守るために迫害に打ち抜きました。勝ち抜きました。財産を奪われて牢に入れられたり、流刑にされて強制労働を
させられました。私がイスラエルに聖地巡礼に行ったとき、地下のカタコンベを訪問したことがあります。初代教会の生徒が信仰を守るために、暗い地下墓地の中に隠れて、太陽の光が見れないまま暮らしていた痕跡を見ました。隠れていて捕らえられると、ひどい拷問を受けた後、猛獣の餌食になったり、十字架につけられたりしました。その他にも、口にしにくいあらゆるむごい刑罰が行われました。甚だしくは、松明の代わりに生徒に火をつけて、夜を照らしたという記録もあります。殉教者の中には、貴族、将校や、豊かな貴婦人もいれば、貧しい農夫と奴隷もいました。健康な青年もいれば、弱い老人や少女もいました。彼らは互いに信仰が守れるように励まし合いながら、猛獣の前に立つ時も賛美しながら、安らかに死を迎えました。将来彼らは父なる神様に命の冠以上の報いを受けるでしょう。黙示録 2-10 に、あなたが受けようとしている苦しみを恐れてはいけない。見よ、悪魔はあなた方を試すためにあなた方のうちのある人たちを牢に入れられようとしている。あなた方は10日の間苦しみを受ける。死に至るまで忠実でありなさい。そうすれば私はあなたに命の冠を与えようと主の約束がある通りです。このような信仰の人々を通して私たちは何を悟ることができますか。誠の価値を悟ることが人をどれほど大胆にするかが分かります。天国への希望と誠の愛があれば、力のない子供も弱い女性であっても恐れがありません。朽ちるこの地上の欲に従って生きる人は、健康な若い男でもこのような霊的な大胆さは持てません。ところが神を信じると言いながらも肉の思いが多い人は随分悩みます。神様に喜ばれようか、人に喜ばれようか、あるいは自分を犠牲にして捧げようか、それとも自分の利益を求めようか、真理に従って心を決めるべき状況で真理を行うことをためらうのです。こうすれば私はあまりにも苦しくなるようだが、どうしてもこうしてこそ信仰というものなのか、こうするなら周りの人が私をどう思うだろう、あれこれ悩んでいて、結局世と妥協する方を選びます。そうしてからも心が安らかではなく、今度はまた他の悩みの中で苦しみます。私が信仰によって行えなかったので神様の前に申し訳なくてどうしよう、大胆でないから祈る力もないと言って聖霊の満たしを失っていくのです。信仰によって行えなかったことを悔い改めて立ち返るべきなのに、ただ心が押さえつけられて気を落としてしまうのです。しかし誠に天国の栄光を信じるなら、そうではありません。自分が持っているものを失おうかと心配したり、世の人の目が怖くて世と妥協して悩んだりするのではありません。信仰があるので天国への希望があるのだし、その希望を与えられた神様を愛してどんなことも大胆に行えます。その愛を信じるので、ひょっとして自分の欠けたところや過ちを発見したとしてもすぐ立ち返って変えられます。第一ヨハネ 4-18 を一緒に読みたいと思います。
愛には恐れがありません。全く愛は恐れを締め出します。なぜなら、恐れには刑罰が伴っているからです。恐れる者の愛は全くものとなっていないのです。イエス様に出会ったニコデモと初代教会の生徒のように、私たちは誠の価値を悟って、神様への完全な愛の力で霊的に大胆でありたいと思います。すべての点でへり下っていつも相手の利益を求めますが、神様の栄光のためになら獅子のように大胆な皆さんになりますように。誠の価値を悟った人々の中で3番目に紹介する方は2人の証人です。ヨハネの黙示録に出てくる彼らの働きは将来7年間難の間に起こることなので、正確に言えばこの2人は誠の価値をこれから悟る人です。もともとこの2人は子供の時からユダヤ教を信じていましたが、いつも心に苦しみを感じていました。果たして私が信じてきたこれが誠なのか、クリスチャンが言うキリストが誠なのか、それなら私が守ってきた全ての信念は虚しいのかという悩みがつきませんでした。それで果たして何が誠か私に確かな証拠を見せてくださいと神様に祈ってきました。この二人がイエス・キリストを受け入れるということは、ある面では自分が属して生きていた世界のすべてを捨てたという意味になります。しかも地獄のような惨めな7年間難に残されて、その中で命を懸けて福音を伝えるということは生優しくありません。ヨハネの黙示録を読んでみると、イエス様が行われたように2人の証人も驚くべき神の力を行うので、人々は2人を恐れますが、時になると反キリストに捕らえられて殉教します。それでは2人はどんなきっかけで主を信じるようになるのでしょうか。何が彼らの心を変えさせて7年間難の時殉教するまでイエス・キリストの愛を伝えることでユダヤ人たちを救いに導く役割をするようにしたでしょうか。彼らは7年間難が近づいてきたある時、ウリムブクスが発刊した目覚めよイスラエルという本を読んだり、十字架の言葉、信仰のお計り、霊魂肉など清めの福音を聞いて、大きい神の力に接して、すなわち大きい神の力を行う万民に出会って誠の価値を悟るようになります。イエス・キリストが誠に人類の救い主で、彼らが待っていたメシアだと悟るのです。誰を通してですか。私たち万民を通してです。私たちがなすべきことがたくさんあります。真理が知りたかった、自分たちの祈りが答えられたことを悟るのです。最も価値あるものが分かったので、二人は主のために喜んで命を捧げようと決心します。7年間難の中に寂しく残される時も、反キリストの勢力がいくら迫害しても、使命への熱い心が一瞬も揺るぎません。そのように自分の使命を果たした後は、天国でこの上なく輝く座に至るようになるのです。二人の証人が握って殉教に至るほど
確かな証拠を、万民の聖徒なら、すでに体験しました。それどころか、あふれるほどです。毎週多くの霊的な御言葉を聞いています。驚くべき神の力を体験しています。ですから、皆さんの心も二人の証人のようにまっすぐで揺るぎませんように、それで終わりの時、この清めの福音を大胆に伝えながら、牧者の道を用意するバプテスマのヨハネのような使命を果たしましょう。主の前に涙で告白した愛の言葉がありますね。皆さんにもあると思います。必ず清められますと心に固めた切なる約束があるでしょう。熱く燃え上がった新しいエルサレムへの希望があるでしょう。それが決して移り変わりませんように。同会女先生が火のような祈りと断食で解き明かしていただいた清めの福音は、人の心を変えさせて、病気で弱い人も健康にして、強くして、絶望の中で疲れている人々には希望を与え、喜びと幸せがあふれる生き方をするようにします。言葉、民族、文化、国家が違う人々を愛で一つに結び、この地上では健康で価値ある人生を送るように導きます。このように私たちが神様の誠の子供になり、やがて新しいエルサレムで太陽のように輝く栄光を受けるように導く、この清めの福音があるから、さらに信仰を持って天国を激しく攻めていきましょう。愛する聖徒の皆さん、聖書でパウロの手紙を調べてみると、ローマ16章にあるように、名前をいちいち呼びながら働き人と生徒によろしくとお願いをするところがあります。7節、私と一緒に投獄されたことのあるアンドロニコとユニアスにもよろしくとあり、12節には、主にあって労しているツルパナとツルフォサによろしく、主にあって非常に労苦した愛するペルシスによろしくとあります。彼らは使徒パウロの同労者としてとても大切な働き人でした。使徒パウロが主の前に祈るたびに、彼らを覚えて祝福してくださいと祈っていた名前です。皆さんは天国の命の書と記念の書にどんな名前として記されたいと思いますか？神の国のために昼も夜も祈っていた誰々、生徒を顧みて最善を尽くして、命を尽くして教会と牧者を守った誰々、主の皆によって受ける苦しみに預かった誰々、主にあって多く労苦して終わりの時世界宣教のための聖霊の働きを助けた誰々、コロナ禍の中でも変わることなく神の国と教会のために、同会と職務代行と生徒のために、右の手がしていることを一人の手も知らないように施しをして、労苦して献身を惜しまなかった誰々、愛なる神様は皆さんが誠の価値のために行っていたことを覚え、行った通りに報いてくださり、皆さんの名前を一つ一つ記してくださるでしょう。愛する聖徒の皆さん、結論です。今日は誠の価値を悟ったので、自分の人生と命を捧げた
昔の信仰の人々の中で、使徒パウロとニコデモと初代教会の聖徒、そして2人の証人について調べてみました。ヘブル 12-1 から2に、こういうわけでこのように多くの証人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまつわりつく罪とを捨てて、私たちの前に置かれている競争を忍耐を持って走りつけようではありませんか。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでください。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されましたとあります。イエス様がむごい十字架の苦しみを受けられたので、主を信じる私たちには最も尊い天国の栄光の約束が与えられました。その約束を受けた多くの昔の信仰の人々が信仰の模範を見せてくれました。道会長先生もこの世の虚しい全てを全部捨てて、たっとい天国だけに向かって走っているのを私たちはいつも見ています。皆さんは今まで生きてきて一番幸せだった時はいつでしょうか。精霊に満たされて喜びが心にいっぱいで、時間がこのまま止まったらいいのにと感じたことはありますか。その最高の幸せとも比べられない喜びが永遠に続くところがまさに天国です。天国では皆さんが欲しいと思っていたもの、味わいたいと思っていたものをこの地上と比べられないほど楽しむことができます。このような天国が皆さんの心の中に満たされ、いつも満ちあおれますように。それで新年には神様の栄光が満ちたところ、天国で一番美しい、うっとりするほどの新しいエルサレムを望みながら、一瞬一瞬誠の価値だけに向かって走っていく皆さんになりますように。聞いたメッセージを思いながら一緒に祈りましょう。父なる神様、恵みと愛に感謝いたします。今日は誠の価値を悟った人々というメッセージを伝えました。使徒パウロとニコデモと初代教会の聖徒、そして2人の証人について調べてみました。聖徒の皆さんが昔の信仰の人々のように誠の価値を悟って、神様と主のために、教会と聖徒のために、善果を通じて忠実であって、新しいエルサレムで永遠に愛を分かち合うようにしてください。感謝します。イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。涙の中おらる主、愛の主、それは命与える救いの道。